西信とアコギな仲間たち、今日はね、ゾーン特集ということで、ついにね、夏物語開催することができましたね。いよいよですね。素敵なたくさんのゲストをね、迎えて実現することができました。早速ね、この番組、前にもいた、そこで出演してくれた関仁さん、ありがとうございます。そしてね、名古屋から坂上健一さん、坂上さんとは金曜日から入ってね、一緒のツアーでなんとね、1000キロ以上車で走ってきました。1000キロ、びっくりしましたわ。はい、千歳から標茶町、そしてね、滝の上まで、すごいいい旅でした。ありがとうございます。温泉三昧からちょっとなんか何しに来てるかやられちゃうんですけど、そうなんですか、はい、それしかないですね。川用村の、あ、そうですか、あそこいいよね、有名らしいですよね。ね、ここも行っちゃって、行っちゃって、気に入っちゃいました。多分肌ツヤが良くなってるのかなっていうふうにね、思いますけどね。小林薫さんもね、はい、参加していただきます。はい、なんか忙しかったみたいで。まあ、そんなこともないですけれども、マイペースで、本当マイペースでぼーっとしててね、今も我々3人がお迎えするのを待ってたような状況なんですけど、その映像の夏物語は初めての開催ということですけどね、こういうね、いろんな方々が何かご出演してくれるというのは本当に嬉しいことなんですけどね。北海道のミュージシャンと、地方のミュージシャンがコラボったりっていうことで、で早速今日は2人の演奏ということで、坂上さんのステージに有木さんのゲスト出演していただけるステージ、ここは本当になってますけどね、ゲスト出演というよりも全曲やるんですけど、素晴らしいコラボですね。ここしか聞けない、見れないですよね。一発で決めれました。楽しくやりましょうね。そうですね、そうそう。そして関さんはね、それでそれとしても全国回ってますよね、今。そうですね、まあそんなにはちゃんと私の尊敬するね、マリア・マルタンさんとか、ね、ジャパンツアーでご一緒したり、今日はね、本当にそういうスペシャルなの、ゲストを迎えた夏物語で、たくさん楽しみにしていると思いますので、一言ずつ私ばっかり喋ってる感じなので、お話しさせていただきますので、中井さん、こういう映像にして、いやいや、ちょっと楽しませていただこうと思っております。北海道どうですか。久しぶりなんですけど、はい、あ、初めてのような気分ですけど、まずは、ええ感じです、たっぷりとね、北海道のいいところを持って帰ってくるので、ありがとうございます。今日はもうね、天気も良くて暑くてね、夏本番という感じで楽しみにして、今日は短い出演です。今日はインストでパッと決めて、なんか気持ちも良くなるような演奏したいなと思ってます。よろしくお願いします。もう全員が多分デビューし、足拍子になると思いますのでね。あんまりテンポのあるのではないかもしれないですが、今日はちょっとしっとりと。関さんってやっぱりね、ブルースのアメージがあるんですけどね、たっぷり関さんのワールドを聞かせてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も出ますのでね、それからまたまた全員の今回はインタビューを取ってもらってね、いろんな場所で思いますので、ご期待ください。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
罵りあっても何も生まれない、よかれと思ってしたことも、この世で一番怖いのは人の心と知りました。この世に人がいる限り全ては二つに分かれるという、あの日僕らはもう一つの道を歩き始めたはずなのに、
たのためにこの歌を作ったのですよと言えるそんな歌が欲しいなこんなに街が霞んで見える日に心の隙間を埋めるほどの豊かな言葉がないからずっと大事なぐらぐらと歪んでいるのが見えるでしょうガラスの外に広がる世界に粉の名になって溶けてゆけたら
じゃないですね。はい。ちょっと待っておきゃやらないですか。小林さんがやりたかった。ある日疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのですところ構わずです。歩き歩き疲れては疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ歩き疲れ寝たのですが。
者のままでは眠れない、秋は秋からは、ろう者のままでは眠れThank you.
誘われついで街の窓誘ってみる夜銀座の夜夏いつの間にか知らぬ同士が腕組み歩く波通り